どうも、デっきむです。今日は5月の25日です。それでは早速行きましょう。5月25日は何の日でしょうか正解は主婦の日です。正解情報誌リビング新聞が制定しました。それにちなんで今日はですね、主婦の皆さんに休んでいただきたいということで、ここつのテイクアウトメニューを注文してみました。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行きましょう。 さて、今回はこのココイチのメニューから選んでいきたいと思いますココイチはもう今やですね世界的に有名になったカレーチェーンでございますエッキむはいつもソーセージカレーを注文するんですが今回はですねちょっと違ったメニューを注文してさらにトッピングをいろいろつけていきたいと思いますさてカレーが到着しましたこちらですねポークカレー弁当ということでロースカツそしてツナナスチーズをトッピングしました ライスの量は 300g にして辛さは今回は普通にしました蓋を取ってみるとあのココイチのですね独特のカレーの匂いがですね漂ってきますとても食欲を刺激されますそして今回はこのツナをトッピング注文しましたのでこれも入れて混ぜていきたいと思います今回はデリバリーで注文しましたのでこのロースカツとそしてナスツナチーズトッピングでなんと1700円を超えてしまいました やはり送料で400円も取られてしまうとそういった値段になってしまいますよねただコロナ禍ということもありそして在宅勤務が増えるの中そして梅雨の時期となってくるとなかなか外に出たくないものですよねですのでついついこの値段でも注文してしまいますさてそれではですね実際に食べていきたいと思いますまずはこのようにですねご飯とルーを絡めていきそして今回はチーズトッピングしていますのでチーズと絡めて食べていきたいと思います ココイチのトッピングの中でもやはりこのチーズは非常に人気のトッピングの一つでもありますやはりこのチーズをですねこのルーに絡めることによりより美味しさが引き立つという点では子供から大人まで非常に人気のトッピングではありますココイチのお弁当の食べ方の一つとしてこのようにですねご飯をルーの方に押し寄せるとルーがもったいなくすべて食べきることができるのでぜひそうしてみてください さあ今度はこのロースカツをですね食べていきますココイチのメニューの中でもこのロースカツはですね非常に愛されているメニューの一つかなと思ってますココイチのカレーって非常に、まあ、不思議かなと思う点というのはこの匂いにですねあの引きつけられて何かあの食べたい気持ちってすごい湧いてくると思うんですよねそのためココイチのお店の前を通るとどうしてもですね 立ち寄ってしまうのがこのココイチの魅力の一つかなと思いますまあただ今回はデリバリーということで単純にカレーが食べたいベッキムでした昔からココイチのカレーはよく食べていたんですけれどもココイチの最大の魅力といえばやはり自分好みのカレーにですねカスタムできるところではないかと思いますカレーソースも選べてそしてライスの量や辛さも調整ができトッピングの種類も豊富ですのでもう組み合わせはですね自由自在です なので、もう毎日ですねあのトッピングを変えて楽しむことができるのもココイチのだ、まあ、醍醐味かなと思いますそしてココイチのトッピングは2種類に分かれると言われていて乗せ系トッピングとそして混ぜ系トッピングです乗せ系トッピングというのは揚げ物を中心として魚介類やそしてきのこそしてハンバーグなどがありますなので乗せ系トッピングの役割としては主に食感を確保することだと思ってます なので、乗せ系トッピングを選ぶことで歯応えをプラスして、カレーライスを食べ応えのあるものに仕上げていただきます。一方で、混ぜ系トッピングはチーズをはじめとしたルーに混ぜて食べるトッピングのことを言います。例えば、チーズですとか、スクランブルエッグ、そして納豆、そしてほうれん草などがこれに該当します。 まず系トッピングを選ぶことで、ルーの味を気分や気候によって変えることができ、その時々で自分にとってベストなカレールーへと変えることができるのも魅力の一つでしょう。ぜひトッピングで楽しんでみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も日本のグルメ、そしてスポットなど多数配信していきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、See you next time!